ビッグディッパーのレッスン7でしたっけ？そうね、のパート2です。モルディブの話やってんな。はいはいはい。新婚旅行にはなんか理想的な行き先やでみたいな話やってんな。で、行きましょうか。Masaki reads an article from a guidebook on Maldives 言ってます。モルディブのガイドブック、まあモルディブに関してのって感じかな。ガイドブックの記事を読んでますせと。はーい。まあいいでしょう。アーティクル一応前回やりましたもんね。そうやね、記事ね。 The Republic of Maldives is located to the southwest of India。 まあ前回地図見ましたね。 southwest of India、 インドの南西ですか、左下の方ってことね。南西の方に位置する、 be located で位置する、どこどこに位置するってことな。今回この to 使うてんのは矢印や、インドがあって、この南西方向っていう風な、この矢印の意味合いよね。で、to 使うております。よいしょ。be located で、どこどこに位置するや。どこどこに。まあ、ありますでもいいけどね。位置するって一応書いておこうか。はい。モルディブ共和国なんですね。モルディブ共和国っていうのはインドの南西に位置していますと。で、It consists of nearly 1200 islands。 Consist は構成するっていう意味ですね。構成する、ここで合ってる、構成する。1200近くの島々で構成されておりますということですね。よいしょ、これどうしよう。こうしとく。こうしとくか。こういうことね。で、まあまあ1200近くの、そんなんあんねんな。1200個も島あんねや。で、and people live on about 200 of them。 1200個あるうちの200個ぐらいにしか住んでないんや。200 of them ってことは、それらのうちの200、約200に人々は住んでいますってことね。だから1200個島あるうちの200個ぐらいにしか人住んでへんと。残りの1000個の島ですかには人住んでませんよってことだね。で、The Maldives is a small country、 小さな国なんだよよって、 with a population of only around 550,000 ですか。だから55万人ほど、ほんの55万人ぐらいの人口の小さな国なんですってことですね。 with は、まあこれは何々と一緒のっていう風な意味やけども、そういう風な人口を持ったぐらいな感じでいいでしょう、ね、持ったにするか。よいしょ。ほんの、この only はたったなんちゃらとか、ほんのなんちゃらってことな。どうしよう、ほんのにする、ほんの何々とかにしとこうか。たった何々でもいいけどね。たった550万人、いいえ、55万人ですね。550万じゃないわ。55万人、まあ、たったの方がなんかええか。まあ、どっちでもええけどな。よいしょ。たった何々だけってことな。たった55万人だけの人口を持った小さな国なんだよ、いう話です。で、There are many gorgeous resort hotels。There is there 何々があるってやつよね。たくさんの豪華なリゾートホテルがありますよってことで。On islands。Where はね、これね、関係副詞ってやつですね。まあ、使い方としては関係代名詞と同じような使い方や。後ろの、いや、後ろのじゃないわ。Islands の説明をしているわけです。よいしょ。これね。The resort residents か。Residents do not leave。あ、そうなんや。Residents は住人ね。住人が住んでない島に、たくさんの、だからあれか、残りの1000個ですか、残りの1000個の島のところのどっかにこうリゾート地を作ってるわけですね。だからリゾート専用の島みたいなことになってんねや。住民です。レジデンツ。はい。don't leave やね。よいしょ。これだから、関係副詞の where 使ってんのは、ここ live で終わってるでしょ。これがもしな、live in まで来とったら、普通って live in やんか。live in どこどこやんか。そのどこどこがなくなって前に来てるだけやったら、この場合 which になります。 OK。
which の場合はずっと来て最後が live in で終わってるはずやねん。その今回は in がないから where っていう風な関係副詞を使うことになります。前置詞プラス名詞で副詞ってやつやね。よいしょ、一応書いておこうか。in ないよ、 in はなしって書いておく。なんでか言ったらここに含まれてるからね。あ、だからこっちに in はなしって書くよりかはこの where のところに in の意味含まれてますよってことやな。ここに in 含まれてる、含むって書いておくか。 in の意味合いがここ含まれてます。つまり in which ってことです。 in which でイコール where ってことな。これだからここの where の場所を where にするのか which にするのかはここの前置詞があるかないかで判断してくださいよということです。はい、まあなんせ、たくさんのそのなんや、住民が住んでいない島にたくさんの豪華なリゾートホテルがあるんだよということですね。で、ホテルゲスト enjoy the breathtaking beauty of the blue ocean。 なんですか breathtaking、 ちょっと調べてみますか。ああ、なるほどね。 breathtaking、 息を飲むようなってことや。これ一応ハイフンが間についておくからさ、形容詞化されてんのよね。これ息を飲むようなビューティー、美しさってこと。なるほど。息を飲むようなですね。ビューティーは一応前回もやったんかな、名詞ですね。どっかでやってるでしょ。ああ、ここにやってるわ。ここのところでビューティー、美しさですね。ビューティフルが形容詞だからな。ということで、of the blue ocean、息を飲むような青い海の美しさを楽しむことができるんだよという話ですね。はい、で It makes them forget their worries。 worry っていうのは、心配事ってこと。心配事って書いておくか。心配事、はい、こうね。で、ここありますね。メイクあります。このメイクは刺激動詞のメイクっていうやつよね。よいしょ。何々させるっていうような意味な。刺激動詞。で、刺激動詞、このメイク使った場合は、ここ原形きます。原形不定詞ってやつよね。原形不定詞って書いておこうか。なんせ、動詞の原形がやってきますよと。ing とか、過去分詞とか、そういう形にはなんないよってことね。これは刺激動詞を使うてるからやでいう話です。まあなんせ彼らが、forget 忘れんねんな their worries 自分たちの心配事を忘れさせてくれるんだということですね。 it は主語ですから it っていうのは当然このこれね、息を飲むような美しい自然ですね、っていうのが彼らに自分たちのその心配事、心配しているなんか不安なこととかを忘れさせてくれるんだよという話です。で、その次。They sometimes pay more than $1,000 just for one night。彼らは時々、まあ時には pay 払うねんな。more than でなんちゃら以上っていう意味ね。more than 何々以上です。$1,000。今、なんぼですか日本円やと。$1,000、日本円バーンと、14万15万ですね、大体ね。やば、15万円ぐらいです。一晩です。One night ですからね。For、just for one night。これこそだから just もほんのとかたったってことですよ。これもたったです。Only、 さっきの Only と同じような意味ね。たった何々だけってことです。たった一夜のためだけに、15万円以上、払う時もあるんだよということですね。はい。まあ、これは別にかかんでいいか、15万っていうのは。はい。で、その次、today、まあ、今日っていうか、今日とか今って感じでしょう。The Maldives welcomes、more than 1 million tourists every year。毎年、ミリオンが100万ですからね。100万人以上の、またモアザン出てきてますけども。100万人以上の観光客をウェルカム、受け入れてますってことやろ。歓迎してますとか、いうふうな意味ですね。ウェルカム、ようこそ、いらっしゃい。動詞で使うておりますんで、動詞探しましょう。動詞、これね。
歓迎する、迎え入れるですよね。まあ受け入れてますにします、歓迎するでも全然いいんだけどな。受け入れる、動詞やで受け入れる。だってここに主語が来てるやんか。ってことは当然このウェルカムは動詞で使ってますからね。で、today は、まあ今、今でいいでしょう。今。もしくは最近とか今日っていうような意味合いね。では、100万人以上の人たち、観光客を受け入れているんだと。However, しかしながらでね。It may be difficult for tourists to interact with local people. これ it という構文です。ね。it is ほにゃらら for 人。for 人 to ちょんちょんちょんってきてますから、どこに書いとこう、ここにしとこうか。 it to 構文ね。 it is にょろにょろ for、 だいたいまあここに人が来たりしますわ。で to ちょんちょんちょんってきてます。この文章はにょろにょろ、この、じゃあ人やな、この人にとって、まあ人がって言っちゃってもいいけどね、ここ主語にしてもってもいいよ。にとって、なん、ちょんちょんちょんすることが、することは、にょろにょろだ。っていう風な文章ね。it to 構文。OK? よいしょ。よいしょ、よいしょ。これね。だから今回ので言うたら、観光客にとってやな。for 人のところやから。観光客にとって、to よりも後ろすること。つまり、interact with local people することは difficult だよ。っていうふうに言ってます。interact は、まあ、関わりを持つみたいな意味やから、出会うってことでしょ。交流する、触れ合うとか、いうふうな意味。交流するって書いておくか、なら。よいしょ。interact。交流する。だから地元の人たち、ローカルピーポーな、地元の人な、地元の人たちと交流することは観光客にとって難しいかもしれませんということやね。だって、住んでない、人住んでないもん、そこの島な。別の島行かんとかもね。tourists and residents、観光客と住人たちっていうのは、stay on completely different islands、完全に別の島に滞在しているんだよと。まあ、ステイ、いるでいいでしょう、この場合はね。観光客と住人たちは完全に、completely、完全にってことな。全くとかにします?全くとか完全にでもいいですからね。完全に。different、別の島にいるんです。ということでございました。そうなんですね。だから観光客の人たちは、ほんまになんか自分たちの時間を過ごすって感じなのかな。住民の人たちとなんかこう触れ合って、現地のなんか食べ物を食べるみたいな感じじゃなさそうですね、これね。はい、ということでした。これでパート2終わりやね。はい、お疲れ様でした。